早瀬美智子、こ、なみせみちこ1931年3月5日から2012年4月19日は、日本の言葉パフォーミングアーティスト、女優である、京都府出身、東京女子大学卒業、劇団四季、仮面座を経て、1977年、谷川俊太郎らと、言葉遊びの会を設立する、1993年から1999年まで6年間に、 渡って NHK 教育テレビのアイウェオにレギュラー出演。その不思議な魅力のキャラクターは子供たちのほか多くの大人にも高い人気を博した。その後も歌や言葉そのものを構成、演出、出演する言葉パフォーマンスの道を歩き続けた。2012年4月19日15時45分、旧成人不全のため東京都町田市内の病院で死去。 81歳没。ジャンルを超えたスーパー言葉賞を作った言葉パフォーマーは、セミッコは、ウリポ、ハセ、カンパニーを設立。言葉遊びに関わり続け、言葉から音を取り出し、肉声で観客に届ける舞台を作り続けた。ウリポ。とは、ウイコールウルトラウルトラリーコールリンガルリンガル、ポイコールポテンシャルポテンシャルの頭文字を合わせた言葉で、ある。 セミッコナキき後、近年のハセ部隊などに関与していた者たちが、新生ウリポ、ハセ、カンパニーとして引き継ぎ、ワセミッコの業績を管理し、広く紹介していくとともに、未来に続く新しい部隊の創造、ウリポ公演2013をスタートさせた。ワセミッコを継ぐ、流動的運動隊としての、ウリポが誕生した。 http://www.ehonnavi.net スラッシュオーサードットアスプ ?n イコール8949不法言葉パフォーマー女優の名見瀬道子さんが死去ウリッポという言葉は1960年数学者のフランスワルリオネーを発起人として設立された文学グループの名称リッポが由来ともなっている ありがとうございます。